九条踊り。九条踊りは、岐阜県九条市八幡町、旧九条郡八幡町、通称九条八幡で開催される伝統的な盆踊りである。日本三、黄盆踊り、三大民謡を、九条説に数えられる。中世の念仏踊りや風流踊りの流れを組むと考えられている。盆踊りとしての定裁が整えられたのは九条藩主の奨励によるとされる。 江戸時代、初代藩主、遠藤義隆が、両面親睦のため奨励したのが発祥とも、江戸時代中期の藩主、青山氏の時代、1758年に、百姓一期、法暦騒動後の市民融和を図るため奨励したのが、発祥とも伝えられるが定かではない。教法13年から17年間、飛騨国の大官であった、長谷川忠隆が、 徳川吉宗の命を受けて表した、農州市の牧き第七頭歌の中で、天気まろ歌、する、まうたと題して、本土の民家置いても身を引くなり、その歌風たなり、九条の八万出てきる時ハはう箱を占めとみの恋し、案、するに農州群上に、八幡町あり奇の林国たりと記している。これは、飛騨の地で八万のことを歌ったもので、群上の八万出て行く時は、 雨も降らぬに袖絞るの替え歌と思われ、これが書かれた以前より、群場でこの歌が歌われていたことを物語っている。なお、この歌が踊り歌として歌われていたかは不明である。1840年、天保11年に書かれた豪中聖水記によると、遠京時代、1744から1747年、までは神社の拝殿が旧東宮、 クズノと祖師や祖師のだけにあって、盆中は、ウジ子がその配殿で夜明かしして踊ったと書かれており、この時代より以前から群青の盆踊りが徹夜で行われていたようである。愚状半朝より、触れ書き、常盤年中行事で、盆中は踊り場所へご家中末末まで、祭祀並びに召使いなど出かけていくことはならないと、前々より禁じているから、固く心得て、 決して出かけて行ってはならない。今後年々この触れを出すことはやめておくが、違反のないように心得ておくことという意味の禁令。条例とご法度の覚書が発せられた記録がある、これにより当時の武士やその家族の者たちが禁止されているにもかかわらず、藩主や役人にこっそり隠れて踊りの輪に加わろうとしていたことが推察できる。江戸時代後期において、城下の盆踊りは、 七大縁日が定められて行われていた。七大縁日とは七月十六日の天皇祭り、八坂神社八月一日の三十番震災、大乗寺八月七日の弁天七夕祭り、洞泉寺八月十四日から十六日の、浦盆会、八月二十四日の増形地蔵祭り、増形町である。明治政府により、禁止令が出される。 新物分離制作か近代化制作かの影響と思われる天末不明。大正十二年、九条踊り保存会が発足する。初代会長は、坪井久ふ郎。昭和四年八月に保存会十六名で、松坂屋において、東京初公演を行う。昭和六年五月二十一日に、東国の宮俊彦が来し、来町市、あた公演において、 呂上踊りの実演を観覧した。この時保存会員十数名は三百、川崎踊り、特に三百踊りは書毛により二度踊った。昭和九年に愛知県名古屋市の新聞社であった市愛知、中日新聞の前身により、読者の投票による郷土芸術実験の検証募集があった。当時、保存会の人々は踊りを発展させるため、 出場資格を得る票数を獲得しようと努力し、苦情軍内で約4万票、さらに軍外で約10万票を集め出場資格を得た。翌昭和10年の名古屋公演は非常に好評であったという。この時2日間の公演の演目は、川崎、鯖、場、八地区、三百であった。その様子は名古屋放送局で放送された11月20日。このようにして、 九条踊りは地元の人々以外にも次第に知られるようになっていった。毎年8月15日の未開催を許されていた。昭和20年8月15日の終戦日にも開催された。終戦日には関係からの中止勧告があったとの証言があるが、英霊を慰めるなどの理由のもとに中止は免れた等、保存会の事業経過報告書によれば15日は、 終戦の玉音放送のため盆踊り休止となっているので、この日は住民が自然発生的に踊ったものと思われる。踊り種目、サバが春駒と解消する。平成2年にアメリカ合衆国ロサンゼルスフェスティバルで海外発、公演、群上踊り400年祭が開催され7月より11月に渡り、群上踊り400年祭記念式典。 構成劇、郡上節物語、全国盆踊り、フェスティバル、全国盆踊りシンポジウム、阿波踊り、花笠踊りとの共演など、様々なイベントが行われた。平成20年6月に、カナダトロントで日課修行80周年を記念して、郡上踊り in トロントが開催された。毎年9月に、愛知県名古屋市西区名古屋の、 エンドンテラ元町商店街にて開催される。主催者は、円楽会2010年から開催されている。郡上市での閉幕後に行われることが多い。事実上、これが、年内最後の九条踊りである。毎年6月に、京都府京都市中京区の京都市役所前広場にて開催される。主催者は、京都岐阜県人海保か。毎年6月に、 東京都港区南青山の寺院、梅窓院の境内で開催される。同寺院が、郡上藩主、青山氏の菩提寺であったことに由来する。郡上氏から郡上踊り保存会が来訪し、郡上節の生演奏により本場さながらの踊りが繰り広げられる。同時に、郡上氏の物産展も催される。主催者は、青山外苑前商店街振興組合。 1994年から開催されている。1時間以上にわたり郡上踊りが踊れ、数年にわたり行われている主なイベント。郡上節を演奏する林の一団が乗る館を中心に自由に輪を作り、時計回りに周回しながら踊る。会場が街路の場合もあるので輪は円形とは限らない。踊りには曲ごとに定型がある。 振付の基本は簡素なので、初心者や観光客でも見様見真似で踊ることができるようになる。装束は男女とも浴衣逃げたばきが標準的だが強制ではない。踊りへの参加は完全に自由で、飛び入りや離脱に規制はない。通常、見物人よりも踊り手の方が圧倒的に多数である。愚痴踊りの際に演奏される林を総称して、愚痴説という、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。